とうとう買っちゃったね。はい、ということで皆さんどうも、コミファンゆきです。はい、ということで これ新しい iMac、これ何、いつ5月ぐらい出たのかな、今年の。はい、あの新しい iMac、24インチのタイプ、これが今度は YouTube の動画のメインでこちらのパソコンを使って編集をしていこうと思います。今まではずっとね、あの MacBook Pro だったんですけど、今回このパソコン、実は約10年前にも iMac 一回買ったことがあったんですよ。で、今は眠ってる状態で今置いてあるんですけど、新しいバージョンとかもう全然更新されないんで、もうさすがにちょっとそろそろ買い替えないとダメだなということで買いました。今回開封していこうかなと思います。はい、ということで、それではですね、早速ちょっと開封をしていこうと思います。今回は前のね、自分使ってたやつは 21.5 インチだったんで、はい、3インチちょっとぐらい大きくなっちゃったんですけど、ちょっと自分のパソコンデスクに収まるかな、ちょっとはみ出しそうな感じがするんですけど、開けていきます。ああ、おお、では開封。どうやって開くの？これどうやって開くの？開き方が、開き方が、あ、こうか、あ、こうか、うわっ、ダン、おお、あ、そうか、これクッションか、あ、こうか、おお、ちょっと下のアングル映ってないかもしれないけれども、なるほど。で、パソコンが、え、待って、あ、薄っ、わ、めっちゃ薄っ、ペラペラ、わ、なにこれ、え、なになになにこれ、え、ちょっと前のやつ比較してみる。前のやつはもう10年以上の前のなので厚さ全然、しかもめちゃくちゃ重い。こちら、これ 21.5 インチの Mac です。え、ちょっとすっげー軽い。こっち重いの、こっち厚みもあるし、やべえ、これぐらいの差が違うんだ。なるほど。で、まずは、こちらがね、画面ですね。はい、キーボード緑だね。指紋認証が、できるやつでございます。こちらすげえな、薄いな。これなんだ、これもついてきました。タイプ C と、これ iPhone の充電のやつだもん。あ、下手するとこれ刺して使うパターンかもしれない。あ、こちらが電源ですね。あ、電源もね、結構熱いね、これ、すげえ。あ、これなんか取説かな、ちょっとした取説と、あ、シールも、うわ、グリーンじゃん、かっけえ。あ、これ電源の線だね。して、あ、マウス、あ、これも緑なんだ。マウスです。ね、緑。ということで、本体、こちら画面、まあ、サーバーも一緒になってます。マウスですね。で、これが多分キーボードにつなぐやつだと思います。タイプ C とライトニングケーブルを挿して、多分使うパターンだと思います。はい。指紋認証タイプのキーボードですね。あとは、電源ですね。うん、こんな感じです。早速なんですけれども、こちらをね、ちょっと設定をしないと使えないので、ちょっと設定をしていきたいと思います。そちらはちょっと動画スキップさせていただきます。はい、ということで、パソコンがセットアップ終わって、設定も終わりました。いやー、でかっ！ここまででかいとちょっとね、これはでもやりやすくなったですね。うん、動画編集とかもやりやすく、今ね、すごくやっぱり新しいパソコンなんで動きスムーズですね。で、スペックの方はですね、ちょっとテロップの方でご紹介させていただきますので、テロップの方参照、詳細見てください。
はい、ということで今日はポミファンユキ新しい iMac を購入しましたという動画でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。ポミファンユキでした。一生そばにいるから一生そばにいて一生離れないように一生懸命にきつく結んだ目がほどけないように固くつないだ手を